今回は岩田の美味しい春キャベツを使ったお料理を作りたいと思います。春キャベツのタイ風炒め、一玉があっという間になくなるようなレシピです。ぜひ作ってみましょう。まずキャベツは一口大に手でちぎります。芯の部分、春キャベツとっても甘くて美味しいのでね、捨てずに絶対使いましょう。火が通りやすいように太い部分は包丁でカットします。早速炒めていきますが、調味料、砂糖、胡椒、オイスターソース、今回は白だし醤油を使います。通常タイ料理ですとナンプラーを使いますが、日本で身近な調味料は白だし醤油ということで、ナンプラーの代わりに今回は白だし醤油を使います。火は中火で炒めていきます。まずはほんの少し厚めに切ったニンニクを炒めます。ニンニクは焦げやすいので、あまり薄切りにしないことがおすすめです。いい香りがしましたらキャベツを入れます。たまに煽るぐらいで、あまり触りすぎないようにしましょう。キャベツが甘いのでちょっと焦げてくる部分もありますが、そのまま火は弱めずに炒めます。一部がしんなりしてきたら調味料を加えます。まず砂糖、炒め物に砂糖ってちょっと驚きかもしれないんですけど、タイ料理は炒め物に砂糖を入れることが多いです。振りかけます。続いて胡椒ですね。ちょっと分量が多いと思うんですが、これもタイ料理の特徴になります。胡椒入れます。お好みで減らしていただくことも可能です。で、混ざりましたらオイスターソース、白だし醤油またはナンプラーですね、加えます。いい香りができます。炒め物は完成しました。で、上にのせる卵焼きを作っていきます。卵2個、そこに岩田のしらすを加えます。通常タイではエビを使いますが、私たちの住んでる岩田で採れる素晴らしい食材を使って卵焼きを作ります。で、焼いていきます。よし。タイではこれすごくたっぷりの油で揚げ焼きをするんですね。ただ正直ヘルシーではないと思いますので、油は少なめで揚げ焼きではなく焼いていくオムレツを作りたいと思います。そのまま放っておいてもいいんですけれどもね、周りを折りたたんで丸く仕上げれたらいいなと思います。まあ、半熟ぐらいでいいと思いますので火を止めます。大胆にのせましょう。よし、はい、出来上がりです。